任天堂64ワールドの中のロングヒットタイトル、マリオカート64。マリオが、ヨッシーが、クッパがポリゴンサーキットで熾烈なバトルを繰り広げる。このビデオは最速のテクニックを追求する君のために、マリオカート64の究極テクを徹底解明。初心者から上級者まで、全ての走り屋のバイブルとなるパーフェクトビデオだ。マリオカート64パーフェクトビデオ。マリオカート64を制するためには、キャラクターの特性をよく理解しておこう。スタートダッシュやコーナリングなど、タイプ別に大きな違いがあるんだ。軽量級キャラは、ピーチ、キノピオ、ヨッシーの3人。スタートダッシュの加速が良く、ダートや草地でもスピードロスが少ないという利点がある。中量級は、マリオとルイージの兄弟。平均的な特性を持ち、バランスに優れている。ただし、その分個性に乏しいキャラとも言えるかも。重量級キャラはドンキー、マリオ、クッパの3人。パワーがあるので他のカードと接触してもびくともしない強さがある反面、ダートや草地に弱い。スタート加速チェック。まずは軽量級と重量級の比較だ。やっぱり軽量級の出し力はすごい。重量級をみるみる引き離していく。軽量級対重量級はどうだろう。やはりスタートダッシュは圧倒的に軽量級が有利なのだが、意外なことに重量級ほど離されないんだ。そこで重量級対重量級を見てみると、スタートは重量級だが、その後の重量級の加速がすごいという意外な結果が出たぞ。次はロケットスタートでの結果だ。まずは軽量級対重量級。やはり軽量級有利だが、ぶっちぎりというわけでもない。軽量級対重量級はどうだろう。軽量級が重量級をじわじわと引き離していく。さて、通常スタートでは重量級に負けてしまった中量級だけど、ロケットスタートではこのように全く互角という結果だった。次に当たり強さを試してみよう。軽量級に中量級が突っ込むと、このようにお互いがスピンしてしまう。それじゃあ逆の場合はどうだろう。やはり両方とも大スピンだ。当たりに関しては差がないことがわかる。ところが中量級に重量級が突っ込むと、中量級はスピンするが、重量級はまるで平気だ。それぞれのキャラクター特性は分かってもらえたかな。以上の結果を踏まえて、自分の走りにぴったりのキャラクターを選ぼう。コース紹介一発目はルイージサーキットだ。直線が長く、各コーナーのカーブも比較的緩やかなコース。ドリフトやミニターボの練習にもいいぞ。このモモファームはのどかな雰囲気のオーバルコース。路面は多少バンピーだが、それほど難しいコースじゃない。ただし、地面から顔を出すチョロプーには気をつけろ。のこのこの格好をした大きな岩があるビーチサーキット。ジャンプ台やコース分岐など仕掛けも多い。特にゴール前のカニには注意。ショートカットコースもあるぞ。CM でおなじみの蒸気機関車が登場するウエスタン感覚のコース。もちろん踏切は一旦停止せずに、タイミングを測って突き抜けよう。マリオカート64唯一の一般道コース。高速道路とはいえ、バスやトラックがわんさかいるぞ。雪の降る寒い寒冷地コース。
途中に出現する雪だるまが可愛い。でもぶつかると大クラッシュになる。気をつけよう。コースの高低差が大きく激しいコーナーが連続する山岳コース。早く走るにはドリフトが不可欠だ。落石注意。任天堂のタイムアタック公式コースとなったのがこのマリオサーキット。複合コーナーの連続で走りのテクが重要な要素になる。 Here we go。スタジアムモトクロスのようなウォッシュボードや大ジャンプなどが魅力の屋内ダートコース。ワリオがコースデザインしただけあって、ワリオの顔がコースの壁面全部に描かれているぞ。とってもスリッピーな氷の世界。海に落ちるとカチンカチンに凍ってしまうぞ。あちこちにいるペンギンが行く手の邪魔をする。可愛いけど憎ったらしいね。サーキットタイプのコースの中では一番距離が長いコースだ。ダッシュゾーンを使っての大ジャンプでは迫力の一言。ピーチ城にも遊びに行けるよ。クッパ城をサーキットに改造したコース。直角コーナーとドッスンが行く手を阻む。ドッスンに踏まれるとぺちゃんこになって大タイムロスだ。ドンキーコングの故郷の森にできたジャングルサーキット。コース幅が狭く、コースアウトすると森の住民たちから石を投げられるぞ。険しい峡谷に大きな卵が特徴。迷路のように入り組んだコースはどのルートも OK だが、コースによって難易度がかなり違う。ハリマネンに注意だ。薄暗く怪しい池の桟橋を舞台にしたコース。コーナー付近の柵が欠けているところがあるので転落注意だ。途中で通過する洋館ではコウモリの大群に出くわすぞ。全コースの中で最長距離を誇るのがこのレインボーコースだ。宇宙空間に浮かぶネオンとコースのレインボーがとにかく幻想的。途中で襲ってくるワンワンには気をつけよ。使い方一つで勝負の行方が大きく変わるアイテム。ここでは賢いアイテムの使い方を教えちゃおう。スピードアップアイテムのキノコは3種類が登場。それではまず新登場のトリプルキノコから説明しよう。その魅力は何といっても合計3回のスピードアップが測れるところだ。キノコを使うとマフラーから火を吹きながらスピードアップ。ダートや草地では減速せずに走行が可能になるので連続使用も OK だ。ただし障害物にぶつかると効果が切れるから注意。同じく新登場のパワフルキノコ。このパワフルキノコは約10秒間もの間何度でもキノコダッシュができるという優れもの。使い続ければ10秒間ダッシュし続けたことになる。おなじみの甲羅も5種類に増えたぞ。まずは緑の甲羅トリプルの使い方だ。緑の甲羅トリプルは Z ボタンを一度だけ押し、自分の周りに置いてバリア代わりに使うのが賢い。少しでも触れると相手は大クラッシュ。容易に近づけないんだ。次は緑の甲羅だ。緑の甲羅は Z ボタンを押し続けてお尻につけたまま走ろう。これで後方の赤甲羅攻撃も防げる。赤の甲羅トリプル。赤の甲羅トリプルは連続して使わずに時間差で発射しよう。これによって相手は3連発を食らうことになる。大ダメージだ。新登場のトゲゾウの甲羅。
この甲羅はひたすらトップに向かって突き進んでいくのが特徴だ。ただし自分がトップの時に使うと自爆してしまうので注意。ここでトゲゾウの甲羅を必ずゲットできる場所を教えちゃおう。一箇所はルイージサーキットの気球にぶら下がっているアイテムボックス。タイミングを測ってミニジャンプだ。そしてもう一箇所はノコノコビーチのこのジャンプ台の先に隠されているぞ。続いてはお邪魔アイテムだ。まずはバナナ。バナナは置き場所に工夫しよう。コーナー付近やジャンプの直前などがベストポジション。敵がスリップしてコースアウトする可能性が大きいぞ。そしてバナナセット。このバナナセットはいろんな使い方ができる。まずは通常のコースに配置する使い方。なるべく避けられない細い道に連続しておくのがベスト。またお尻にセットして走ると後ろからの攻撃から身を守るバリアとしても使える。半分を配置して残りをセットしたままにするなんていうのも賢い方法だね。偽物アイテム。この偽物アイテムはその名の通りアイテムボックスとそっくりな形が特徴。ということはどこに仕掛ければベストかもう分かったよね。そう、このようにアイテムボックスに紛れ込ませるのがベスト。もちろん橋の上など避けて通れない場所というのも効果あり。特殊アイテム。さまざまな効果を発揮するこれらのアイテムたち。まずはテレサだ。このテレサを使用すると自分の体を透明にし敵のアイテムを盗むことができる。もちろん透明中は敵の攻撃を受けることはない。自分以外の敵すべてに強力な雷を落としミニキャラにしてしまうサンダー。このサンダーは使い方次第でさらに大きなダメージを与えることができるんだ。例えばワリオスタジアムの大ジャンプの直前、ここで使うと相手はジャンプに失敗して下のコースに落ちてしまう。大幅なタイムロスだ。コースのトラップを利用する手もある。ここではサンダーで小さくなった敵がペンギンに押しつぶされてしまうぞ。ヒュードロ池ではコウモリたちの力を借りよう。ほらサンダーを受けてミニキャラになったルイージがコウモリたちに押しつぶされているだろう。ドンキージャングルパークでは森の住民の押しつぶてを受けてペシャンコになってしまう。コーナーの直前がベストポイントだ。ここではさらに高度なテクニックを披露しちゃおう。デッドヒートを繰り広げている2台がぶつかった瞬間にサンダーだ。これで2台ともぺっちゃんこ。次は敵のサンダーも利用しちゃう方法。まず上のキノピオがサンダーを使う。前のカードを狙うキノピオがピーチを踏もうとした瞬間にすかさずサンダー。これで2台ともぺっちゃんこにできる。アイテムを制す者はマリオカートを制す。賢いアイテムの使い方を研究してライバルたちに一泡吹かせよう。マリオカートの達人はアイテムの達人なのだ。ここではワンランクアップした走りを目指すためのドライビングテクニックを教えちゃおう。まずはロケットスタートだ。最初はタイムアタックの時のロケットスタート。ポイントはシグナルが青に変わる直前に A ボタンをオンだ。
それではもう一度。難しいかな。タイミングが命だから何度も見て研究しよう。まだわからない？よし、それじゃあスローで見せよう。ここだ。とにかく練習あるのみ。頑張ってくれ。続いてはグランプリモードだ。グランプリモードはタイムアタックの時よりもタイミングが少し早めだ。ただしシグナルのスピードが変わることがあるので注意。さてここでとっておきの技を教えちゃおう。ほら、ピーチが前のキャラクターの頭を越えていただろう。マリオでも同じだ。ワリオだとこうなる。これはロケットスタートで前のキャラクターにぶつかった瞬間 R ボタンを押すことで可能になる技なんだ。それじゃあスローで見てみよう。ここで A ボタン、さらにすかさず R ボタンだ。ロケットスタートは勝利に欠かせない要素。徹底的に練習しようね。コースアウトしてジュゲムに引き上げられた後、リスタートがどうもうまくいかない人が多いみたいだ。焦って A ボタンを押すとホイールスピンするし、ゆっくりスタートしたんじゃノロノロスタートになる。ほらね、こんな時はジュゲムダッシュをマスターしておくといい。着地してすぐにスタートできるようになる。タイミングはここで A ボタン。これを使えば重量級キャラでもスムーズに復帰できる。ただしこのコースだけはタイミングが変化する。だって全身カチカチに凍っちゃうからね。凍った場合は地面に置かれた瞬間に A ボタンだ。マリオカートでファーストテストラップを記録するためにはミニターボなくしてはありえない。ここではそのミニターボのかけ方を教えちゃおう。まずミニターボをかけるにはマシンから出る煙に注目しよう。このように煙が白から黄色、そして赤に変化する。このことをよく覚えていてね。ミニターボはドリフト中に左右にハンドルを切り、煙が黄色から赤に変化したところで R ボタンを離せば完成だ。素早いレバー操作が決め手となる。それじゃあスローで見てみよう。コーナーの手前で R ボタンを押しドリフト体勢に入る。そしてさらに反対側にレバーを倒す。煙が赤に変化したら R ボタンリリースだ。成功するとスピードがこんなに上がるんだ。とにかく練習練習。マスターできれば大幅にタイムを短縮できるぞ。スリップセーブはバナナやカニなどを踏んだ時に起きるスリップを防ぐテクニックだ。絶対にマスターしてほしい。もしバナナを踏んでしまったらすかさず A ボタンを離し B ボタンのブレーキを踏む。これによってスピンを防ぐことができるんだ。それじゃあスローで見てみよう。バナナを踏むと一瞬車体がふらつく。このタイミングでブレーキを押すんだ。スリップセーブをマスターしてもついスリップしてしまうことがある。そんな時はスリップダッシュを活用だ。スリップから素早く立ち上がれるナイスなテクニックだぞ。やり方は簡単。スリップしたらすかさず A ボタン連打だ。それじゃあスローで見てみよう。メーターの動きに注目。
スリップして減速しても即座にメーターがアップしていくのがわかるだろう。スリップダッシュの応用にクラッシュダッシュがある。クラッシュした時、普通にアクセルを踏むと立ち上がりのスピードはご覧の通り。クラッシュしても A ボタンを連打すれば素早い立ち上がりでタイムロスを最小限に食い止められる。それでは効果を見てみよう。右がクラッシュダッシュ、左が通常のパターンだ。明らかに右の方が早く立ち上がるのがわかるね。スリップストリームは F1 などでおなじみのテクニックだが、このマリオカート64でも使えることがわかった。画面に注目してほしい。敵マシンの後ろにつくとエンジンからひときわ大きな煙が左右に吹き出す。これがスリップストリームに入った証拠だ。スリップストリームに入るとその瞬間スピードが若干アップするぞ。メーターに注目。左右に煙が出た後メーターがほんの少し上がる。ゴール直前など特に有効なテクニックだ。ライバルをあっと言わせるのがショートカットテク。ここではあらゆるショートカットを一気に公開しちゃおう。ショートカットの中でも一番有名なのがこのノコノコビーチのショートカットだ。スターやキノコを使ってジャンプ。トンネルを抜けると島の反対側に抜けることができる。ここのショートカットはミニジャンプでも超えることができるんだ。キノコやスターがなくてもタイミングさえ合えば OK だぞ。また失敗した時はアクセルを押しながら R ボタンを連打しよう。意外と超えられたりするんだ。ヨッシーバレーのショートカットはこんなショートカット。左にハンドルを切りジャンプして反対側の道に着地だ。コースはヘアピン手前のこの辺りだ。それではタイミングを説明しよう。柵が終わった少し後の地点から左にハンドルを切っていく。そして崖に落ちる直前にミニジャンプ。その際ハンドルを左に切ったままにしておくのがポイントだ。ピーチサーキットは 150cc クラスでないと成功しないショートカットだ。しかも軽量級キャラであることが絶対条件。大ジャンプとジュゲムを利用したちょっとずっこいショートカットだ。ポイントはこの辺りの崖まで飛ぶこと。まず大ジャンプでの加速を利用しながら右側にコースを取り、コース幅を利用して左方向にジャンプ。うまくこの辺りにぶつかればジュゲムがゴール付近に引き上げてくれる。ドリフトとミニジャンプを利用したショートカットだ。柵を越えて上のコースに飛び移れるぞ。マップの位置はここだ。ヘアピン手前で山を過ぎてすぐの位置。やり方は山を越えたらすぐにドリフトを開始する。
そのままハンドルを左に切りながら R ボタンでジャンプ。タイミングが難しいので何度も練習してくれ。最長コースを誇るレインボーロードのショートカットは度胸が必要だ。宇宙空間に飛び出して一気に下のコースに着地するダイナミックな技だ。その代わり大きく距離を稼げる。マップで見るとどれだけショートカットしたか一目瞭然だろ。スタートして3つ目の緑を越えたらハンドルを左に切りながら R ボタンでジャンプ。宇宙空間に飛び出そう。着地はそのままだとバウンドしてコースアウトするので、コースにマシンがつく直前に R ボタンを押す。ここだ。タイミングが難しいので練習あるのみ。カラカラ砂漠のショートカットはスターが不可欠なのでタイムアタックでは使えない。ちょっと意外なショートカットだ。ポイントはここの踏み切りだ。スターを持って踏み切りからトンネルに入り、無敵状態になってからスタートラインと平行のラインを通過して再び元の道を戻っていく。ここでジュゲムがラップを教えてくれれば成功だ。ただし3周目だけは使えないので注意。ドンキージャングルパークは2カ所もショートカットポイントがある。まず最初は飛んでくる石の力を利用したショートカットだ。ポイントはジャンプ台手前のこの辺りだ。まず無理やりにコーナー手前をコースアウト。その後ハンドルを左に切り、柵に向かい飛んでくる石の力を利用してジャンプ台に飛び移る。さらにハンドルを左に切りながらジャンプ。ギリギリ届くところに着地する。2つ目は森と川の間を通り先にある橋に飛び移るこんな技だ。ポイントはここ。ポイントに進入するときはドリフトで調整しながら行くとやりやすい。隙間に入ったら一番の問題である石つぶてに気をつける。2発目以降は右から飛んでくるので特に注意。2発目を避けたら3発目が来る前にミニジャンプで飛ぼう。ここはキノコを持っていたらこんなショートカットもできるよ。ワリオスタジアムはスタート直後のショートカットだ。
ポイントはスタート直後の山だ。スタートは通常スタートにする。ロケットスタートせずにハンドルを左に切りながら一つ目の山を登り、頂上より手前の位置でミニジャンプ。隣のコースに移ったらすかさず回転して再びミニジャンプで戻ってくる。これを繰り返せばあっという間に3周だ。タイムアタックの記録で友達を驚かすのには使えるかも。マリオカート64の魅力の一つであるタイムアタック。このコーナーでは97年2月2日まで全国で展開されたタイムトライアルキャンペーン上位入賞者の華麗な走りを徹底解明。度肝を抜くショートカットやコーナリングテクに注目しよう。さあ、これが究極の走りだ。まさに究極のタイムアタック。複合コーナーが連続して登場する難しいコースを逆にうまく利用したミニターボとショートカットが速さの秘訣だ。それではその走りをスローを使って徹底解析してみよう。まずロケットスタートとともに右にドリフトし、右ブロックのギリギリを攻める。その後再びコースに戻り、ミニターボをかけながら次のコーナーもブロック際を攻める。さらに左の山沿いにドリフト&ミニターボ。コーナー部分では必ずミニターボを利用している点に注目してほしい。左コーナーを曲がりながらジャンプポイントに差し掛かったところで右向きにミニジャンプ。キノコダッシュを使って見事なショートカットを成功させている。ドリフトでフラワーの右を抜けるとコースに戻ったところでミニターボ。土管を抜けたらすぐドリフト&ミニターボで1周目完成。そして2周目の第1コーナーはスタートラインを越えたところでドリフト&ミニターボで駆け抜けている。とにかくドリフトとミニターボを巧みに利用するのが速さの秘訣だ。今度はショートカットを研究してみよう。まずはノーマルスピードで見てほしい。まさに究極のショートカットテクだ。それでは解析してみよう。スローでチェックすると左コーナーを抜けてジャンプポイントに差し掛かったら右向きでミニジャンプをし、後輪を山に乗せる。そしてすかさずキノコダッシュをしながら再びミニジャンプだ。ブロックを越えた後もハンドルを右に切り、ドリフトでフラワーの右を抜け、即座にミニターボに移行している。スピード、タイミング、全てが統合して初めて可能になる、まさに神業ともいえるテクニックだ。高度な技術を要するこの走りだが、決して真似できないものではないはず。このビデオを何度も見直して必ず掴んでほしい。君も究極の走りを生み出すんだ。
者の人も上級者の人も、これから始めようという人も、とにかく極めたいという人も、全ての人に GTV が送るマリオカート64パーフェクトビデオ。アイテムテクニックやショートカットの数々はこのビデオに収められたものが全てではありません。このビデオを参考にして皆さんなりのテクニックや隠されたショートカットを探し出してください。ゲームの魅力は楽しさを自分で見つけ出すところにあるのですから。それでは皆さん、また再び会う日まで、ファンやゲームライフ、バイナー。なんかこの通り弾き飛ばしてくれるわ。あれなんでまだ2位なの。終わりを悲しい。踏切から入るショートカットがあるって聞いたんだけど、ここでいいのかしら。こんな暗いとこ走るのってなんだか不安だわ。あらやだ、汽車が来ちゃった、どうしよう。あれはもしかしてドンキーさん。ドンキーさん、どうしたの。背中が泣いてますわよって、あれ乗り越えちゃった。なんだラッキールンルン。ほら、なんだったんだよ。どっけぞおーもってひっとりったび。お、あれ弟のルイージじゃないか。どうしたんだ弟よ。おい、何飛んでんだよ弟よ。弟ったら遊んでんじゃねえってば。おし、ショートカットを見つけるでやす。ぐーんと得するショートカットをね。ここなんか行けそうですね。いっほ、おしゅ、ほらやっぱり抜けたで。おっしゃ、これでタイムアタックの記録ができるでやす。そろそろゴールが見えてくるでやす。あれ、なんでカウントされないの。これって上りぞ、一瞬増えたのねえ。俺はクッパだ。俺に行けないところなんかない。絶対に登ってやる。おりゃどうぞ。でも戻されちゃった。マリオ選手会長です。飛ばしています。おー、マリオ選手急に登り出しました。登ってます、登ってます。おー、今度は回ってます。今日はいつもより余計に回っております。うりゃー、ショートカットだ。パーフェクトビデオで研究したんだ。コーラなんか邪魔だぜ。オラオラ。あれ、なんか引っかかってんの。あれ、んなんだろう。あれ、これって甲羅。どうなってんの。もっと近くで見てみよう。よいしょ、よいしょ。おっしゃ、重量級のショートカットを見せてやる。でちゃこりゃでこそと。ジュゲムさんいつもすまないね。あれ、ここでスタートじゃないの。もう意地悪。マリオ選手、健闘むなしく4位に終わってしまいました。これからの活躍を期待したいですね。俺マリオ、総合4位だったから表彰台には登れないんだ。ああ、一度でもいいから登りてえな。なんだか惨めだな。俺って
悲しいよな。いいんだいいんだ、もう帰ってふて寝してやるもんね。なんでなんで、ちなんだお前、こっちに来る。